初めは嫌でした。もうピアノなんか絶対弾きたくありませんでしたから。それは桐生が最近音楽の活動に行き詰まってるみたいだったから、あいつにやる気出させることができたらな、そう思って。つい一体何なの？聖者君、あなた！途中で別れたから、多分校舎にいると思うけど、どうするの？お兄ちゃん、あれ！先輩、先輩があそこにいる！ダメ！ユウキちゃん！呼んでる！キリュウ先輩が呼んでる！私、行かなきゃ！お兄ちゃん、でも私行かなきゃ。
嫌です。私がもっとしっかりしていれば、先輩は。
ゆきちゃん、あの、さ、その…先輩、あの…暗いな、二人とも。ま、真面目なあなたたちのことだから、キリュウ君のことを考えるなって言ったところで、無駄なのは分かってるけどね。そうだよ、二人とも元気出して出して。でもね、ここで考え込んでいてもことが解決するわけでもないわ。今からそう落ち込んでちゃ、いざ何かが起きた時に判断が鈍ってしまうだけで、いいことなんてないわよ。それに事件のことなら聖者君が調査中なんだから、彼に任せておくしかないでしょ。それは、その…どうしたの、ゆきちゃん。いえ、その…ごめんなさい、何でもないんです。普段の私だったら我慢できずに買っちゃうんだろうけどね、今はそんな気にはなれないよね。私ね、好きな人がいたんだ。前世での話よ。でも打ち明けられなかったんだ、結局。その頃の私って今と全然性格が反対だったの。内気で弱気でさ、友達も少なかったんだ。そんな自分が嫌いだったんだね。だから自殺なんかしちゃったんだ。友達が欲しいって思ったから。転生するとき今みたいな性格になっちゃったみたいなんだけど、だけど結局本当は。それわかります。ん？いえ、もしかすると違うのかもしれない。けど、私がもしちゃんと本当のことを話していれば、話すことができていれば。だから私、もう逃げたくない。もう弱い子でいたくないんです。
兄ちゃん。本当に来るかしら、キリー先輩は。鈴篠先輩、この気配ってやっぱり桐生の？